もうすぐです。イエイ、頑張ろうね。ミリチューム、はい、1回目の演奏が終わりました、はい、今日はイオンタウンの神里に来てます。はい、もうたくさんの人に見てもらったじゃん。実は目の前にね、じゃん、はい、王様ジーパイというお店です。どれにする？これじゃない、やっぱり。やっぱりそれが人気かな。じゃあ買ってみましょう。これを辛さも選べる。はい、選んでます。辛いよ。揚げております。揚げてもらってます。注文してから揚げるみたい。揚げるみたいで、ちょっと待つんですけども、揚げたてが食べられる。食べられる。ありがとうございます。じゃあゲットしたので、あの、映っちゃった、ごめんなさい。じゃあ控室に持ってって食べましょう。だねー。寒いね、寒いね。ジーパイ、ジーパイ、ジーパイ。なんとですね、私たち初めて食べます。初めて、王様ジーパイ。そうそうそう、超でかいよね。すごい顔ぐらい。本当だ、私たち比較的顔がでかい方なんですけど、あの、割とでかい方の部類なんですけ ど、あの、顔ぐらいあります。こうやって食べる、せーの。なんでこうやって食べないんですか。うまっ。おいしい。これ想像してたやつと違う。スパイスがなんかめっちゃ柔らかい、お肉が、うん、唐揚げのなんか硬いやつのイメージだったんですけど、これは美味しいね。うん、カリカリしてる。外はカリカリしてて、中はジュワって感じ、うん、めっちゃ柔らかい。うまっ。こっちはニンニク入ってるんだって。食べちゃう。今日は食べちゃいます。これはお酒も進みますね。香辛料で鼻水出てきた。あ、伸びた。伸びるか。私それも好き。お客さんで中1で通ってるって言ってました。北村姉妹を見て買ったっていう人には特に何もないですけど。特にないです。いっぱい買ってあげてください。いっぱい買ってね。バイバイ。チチ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 バイ。ジーパイ。やっぱりこれがジーパイ。コキーコココ。あ、これあるの。コキーコココ。もう一回やって。なんかほら、動物をイメージさせるから良くないかなと思って。やめた。でも鶏も食って。あ、なおどし。コキ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 コ